Fight!
Thank you.
Bro!
Yeah!
Fight!
Round 2, fight!
Round 3!
Round 2, fight! Oh, you get...
Two. One.
あ。はい、ありがとうございます。はい、本日の四季の細道のエントリー、多分セロセーブさんがエントリー用紙持っていると思いますので、参加義務の方でね、まだお名前と主張キャラ書いてない方は、お早めにお願いいたします。もう9時半なので、そろそろ始めないと危ないですね。ちょっとのじあいと雑談にこう、花が咲いてしまいましたけども、そろそろ始めたいなと思いますので、参加義務の方はですね、そろそろ、よろしくお願いいたします。なるべく早く作りますのでね。Thank you.
こんばんは。カワシムと、あ、あさあこんばんは、カワシムです。ウネガエルです。さあ本日は9人かな。9人。さあ131回ですね、式の補足をやります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ台風が行っちゃったせいかね、はい、激熱ですけれど、激熱です。気のせいではありません。まず第1試合目、セロテープさんが X ホンダ、相手はリオンさんの S 剣。これは分が悪すぎる。悪いにも程があるカード。ちょっと、まあ、実質触ったらホンダの勝ちみたいなところはあるかもしれない。はい、約3500点。大きく波動を避けてますね。ジャンプに合わせて波動を打ってる感じですね。なるほど、合わせてくるんですね、逆にね。しかし台足からの波動拳、まあ、ここからはもう飛び越せないよっていう波動の打ち方をしてます。リオンさん上手いですね。あ、これはさあ、ホンダスローテープさん、ここであるのか。おあーっと、今のはちょい悔しいやつ。張り手やめない。今鬼武装、鬼武装100列止まってなかった。最後100列なんか止まってます。しかも止まっていると鬼武装の予定だったんだけど。さあ続いて現れたのは川島さんの、こちらは S と違い X 剣。 X 剣もいいですね。 X 剣もいいですね。剣は白い道着も似合いますね。確かに。やはり竜に赤い道着があったらいいかな。確かに。それもうあれじゃないですか、改造基盤のやばいやつ。やばいやつ。あのストリートファイター2東流。東流、あ、東流、東流だとあの赤い赤い竜だ。赤いギラギラした道具竜、はい、どういう意味とか言ってるうちにちょいちょいハウルといえばジブリ、動くしろ動くしろ。今日は千と千尋の神隠し。なんか夏といえば熱いジブリが、はい、まだジブリのうちにやっていけるうちにが、こっちの拍手する気がない。剣といったら剣マスターズ。剣マスターズ、マスターズ、マスターズ、マスターズでペコさんが優勝しましたね。さすが、さすが。 S 剣もありだったんですかね、あの大会。あ、どうなんだろう、わかんない。あと卒の話をしています。さあ、ダイヤシうまい。しかし、これは投げられる。勝ったのはカワシム。感謝で柔道する。感謝で柔道スルーを決めたのは川島さん、レックス剣。さあ、続いて現れたのはミッチーさんの竜ですね。ミッチーさんの X 竜ですね。さあ、竜剣対決。しかし川島さん、このカードはよく熊田さんとやっている。しかし、先だけにで、弾の打ち合い、ガードしてしまったのは剣。さあ、弾が押されるか、昇竜拳で真ん中かわして飛びが通って、血が立っているので、はい、あ、パンタイク、一文字が刺さらない。あ、ごちゃっている人体力ゴブリン。はい、一文字かっこいいっすね。あー、これは痛め。さあ、やばいぞ。台足が刺さってしまった。ジャンプに埋め込むように、はい、ジャンプ大キック、ジャンプ
ープダイキック判定強いですね。いい技です、いい技です。さあ、いい技といったらこのファイヤー波動拳もいい技上げていく。しかし皆さん、ここから浴びせるような立ち上げからの昇竜っぽい、ちょっと出したね。しかし上からまくっていった。今度は登り蹴り対空、登り蹴り対空、間違いない。さあ、今は登り蹴り対空そこまで強くないような気がするんですが、まあ、はい、あと膝一歩くからの足で持つことは、しかし体力は十分取ったでしょう。昇竜拳、昇竜拳埋めるように勝ったのはカーシムさんで、クスケン。さあ、続いて現れたのはこれまた難しそうなキャラクター、クレジンさんのダルシム。今日はクレジンさん、お土産に米自慢銃を持ってきてくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。カーシムさん、ご自身の自分のボディーランゲージを出してました。お土産補正で1ラウンド取ったら勝ちでもいい。確かにそうですね、全然ありがとうございます。お店の貢献だ。おっと、おっと、しかしそんなものいらねえと言わんばかりに華麗に決めていく。しかしやばい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 、ここからある要件は、あっと、これはいい、あーあー、繋がってない風、繋がってなくても勝ちゃいいんだと。これは格闘ゲーム、さあ、ごめんなさいからな、これが刺さる。波動拳、さあ、かわしくちょっと昇竜出てないっぽいぞ。なんとか昇竜、しかし昇竜のリハビリ、スラタイク、試合スラタイク、スラタイク、こちらもつながってないですね。スラタイクの神経がやはり難しい。しかしこれはさあ、謎手際を狙ってる。あー、暴れて勝った。勝ったのは川島さんの X 剣。さあ、ダルシムを投げ倒していきました。さすがメインキャラといったところでしょうか。全然メインキャラじゃなくてですか。なんかあれですか、皆さんちょっと暑さで朦朧として、なんか技の出も悪いし、言ってることもちょっとシリーズですが、四季の細道は灼熱の地獄。四季の細道は灼熱地獄、スト2も熱い戦いを繰り広げております。確かに心身ともに鍛えられる、これが令和元年のスト2。さあ、テレローさんの竜が剣を押している。ポケッティは意外と進みますね。しかしファイヤーのドローであった。ゼロドッツにはもちろんファイヤーは、ね、ファイヤーの攻撃、弱がおすすめですね。夏といったら冷やしそうめん、冷やしそうめん、まああったかいところもありますからね。さあ、というさ取り留めがなさすぎる、取り留めがありません。もう私、脳みそがゆで卵のようにあーなるほど、ね、伸び下がってるかもしれないですね。あの、お風呂上がりみたいな、お風呂上がりみたいな、こんなちょっとね、ちょっとこんな頭なのでサブキャラもちょっと今日はやめようと思ってガイルガイルにしました。おーっと、繋がってる。テレローさん、これは飛びが通る、素晴らしい試合運び。さあ、続きまして現れたのは金子さんの竜。このカードまた天竜なんですが、金子さんの竜はまたテレローさんとは一味違うルールでした。しっかりその基本に忠実というか、強いところもあんまり分かんないですけど、まあでも、動きとか少なめな感じですよね。そうですね、地上戦で。やはり硬派なスタイルは、これが変わっても変わらないっていうんですよね。なんかその、サブキャラになると悲しみになると思いますけど、はい、しかし、めくって、めくりじゃないけど、くぐって勝利、くぐって勝利ですね。意外とあれね、出しちゃうんだよなと思ったら、開幕膝。川島がなんか読みと心中するようなスタイルで、はい、読みと心中、読みと心中スタイル、読みだと心中ではなく、はい、し
しかし勝ちをここまで受け取っております。川島さんの X 剣、さあこれはなんか美味しい感じで当たってダメージ、昇竜拳大昇竜しっかりしている。さあ真空ガードして波動拳、これは間違いない。最後にちょっと刻んだ垂直ジャンプがあったかもしれないですね。そうですね、垂直昇竜拳でかわせない。さあこれでし金子さん、なかなか前管理がそう分かっている。壁から逃げられない。さあ左足から膝、パワーパワー、やばい、怖怖ちょっと離れてしまった。俺かさあ、川島も戻ってまいりました。クソムーブを炸裂しましたね。なかなか暴れてましたね。そうですね、剣はもう膝掴みがそれ以外の始まりやん。さあ、グレー君がガイルス飛びが飛び出したが、ジャンプ中継引き継ぎすぎました。金子さんからすると普段の逆転といった感じになってますが、そうですね、左足最後まで中足に中足、最後のメインキャラの逆転やってるところはよく見たらそういう感じですよね。金子さんから見てガイルが嫌な行動はこれだぞみたいなところが見られるので、踏み込みダイヤシ多めですね。踏み込みダイヤシは前そば前中そば、あーしゃがちゅう中足、ちゃんと低くダイヤシスタートを言う、ちょっと早かった。あとこれはコワコワがねすげえ減らないで十分でしょうね。あーちょっと早かった、マジ着地タイミングずらしたか、あーマジマジさあ分からない、さあ分からない、さあ分からない、体力スポットさあ自分に分からない、今必死に波動打つ、そばそば下がる下がる下がる、はははダイビン、2人ともね、お互いに前で歩いた瞬間がね急に距離詰まるんで、あれはもう後から歩いたもんがこう距離を把握しやすい。さあ、スローさんがあれ、違った、ドカタさんですね。さあドカタさんの竜、さあ、またその竜がいる。さあ、ウエ君ガイルやってるんでしょうかね、なんかサラメルラストになってるんですかね。勝利何よ、さあ、ダブルサマー一番ダメなやつだ、あれよくやるんですよ、あれ投げ、受け身がない、ダイゴス、ダイゴス、強っ、気をない、殺せ、殺せ、今のハローが出されたファイヤーまだ良かった。それ以外のね、波動の弱点の重ねがね、ちょっと遅かったんで、もうちょっと早めに重ねてりゃ、二度一刻にね、勝てる。サマーいいんじゃないよ、これは。正面。ではめくりかな。ガードしている。はい、ラッキャン。さあ、きつい。あなた、またしても大ゴスだけ。ここは大ゴスダメだった。暴れてましたね。中足が相打ちになって、さあ、ウネガイル2勝、さあ、これで、次がセロフですね、ペース、こちらはザンギルでしょうか、さあ、おなじみの緑色セロフペースだ、さあ、イベントがクワガタバトのアクシーズ、いやー、残念側ワンチャン
逃さないことですね。これで次の択をミスらないこと。ああミスってしまう。しかし画面を押してさあまあ僕今まだこっからまた一からやり直しですね。ランギガーはもうきついです。これソニックモールがしかし後ろが狭くなってくると外部にもプレッシャーかかる。あこれ弾けさあ高いぞさあ上手がサマーミスってバックジャンプ相打ちになりましたね。ラッキーさあここはサマー待っていた。さあセロテープさんは今3回ぐらいチャンスだったの逃したんですねさあなんとか前を詰めてワンチャン技を当ててダウンさせればあるよ。さあこの距離はガイルは気まずい。さあ足を落としてしまう。これは何もない、はい、さあ弾きをミスってさあ距離さあ中大地スパイクジャクソニックはきつい。ここはウネ君が3勝目。さあ1周しましたね。これでねさあ D4ABCDD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 D
りそう。ブロック返りは鬼のように難しいですが、さあワンチャンハマれば押せる。投げて、さあまた1から。さあ台足が刺さって、さあここでフォークは心折れないでワンチャンを狙い続ける。僕の次は立ち台球ですね。いいですね。さあ我慢強いですよ。さあ、相打ち狙いで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 、相打
ここは投げるじゃん。すげえな、よく投げた。あ、今すごい、今の判断すごい難しい判断ですけど、ウィンガーも5番タイク、おぉ最中やるよ。第1位当てて、ウネガエルが4勝目。さあ、ミッチーさん、さあ、キャラクターは緑色のボクサー。緑色のボクサー、かなり攻めっ気強いタイプ。緑色のグローブって見たことないないっすね。赤か青か黒ぐらいっすよね。しかもこの緑のグローブ何がヤバいって、今回ターボカラーはグローブ赤のはずなんですね。あ、オレンジで赤ってこと？そうですね。どこから出てきたのかな、新キャラみたいな。さあ、ソニックでうまく距離を取り、ウネー君が1本目。さあ、近くから刺されてる。さあ、第1位、うまいや。させない。左打ちでもいいからね。ベッドは危ないやん。これが前半だったんですね。シューバーライフマンスリー。それでも、あ、
だ若返るのバイソン。どうする？おっと埋めていく。芋を掘っていく。さあ芋を回収。さあ1-1。はい。上上クレジンさん、さあクレジン、クレジン、ホンコン、ラウンド1、ファイト。さあ戦える。サイコン、サイコン、トップダウン、発射系で必ず落ちる。サイコン、ハイエチオですね。サイファイヤー、サイコン、サイコン、ヘイ。あ、ホンコン、ホンコン。取られるか、相打ちになった。相手が壁に立ったらば、トリック総裁しゃがったもらいつつ、あの、相手を追っかけていくしかないよ。そうだ、ダイヤしゃがみだよ。本番で落とせ。サイコンがピンクだよ。とか、やりきりして、さーっと一発。ここは、あっ第一、一時起き上がったのがいる。さあ髪を溶かしていく。お前髪の毛はないぞと。あれ見せつけてる。どう沿っているのか、はい、いないのか。ここ今のとこね、前詰められる。一応ちょっとだけ詰められる。サイコン、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 サイ。パンタイツうますぎる。さあ今はそのキックで当たってしまう。さあなんとウネがいる。6勝目かな、6勝目ですね。さあこれ出てくるのはエレローさんの DJ 8巻の今日竜現代ラストが多めのちょっといい日ですね。トリュー先に、まあ、サッカー木浦君ですね。サッカー、サッカー、このモードが外部中すぎる。この竜は取り戻そうと思ったら近づいて進行を持って燃え浅しに使う。おっ、垂直大転倒。よかったんじゃないですか。さあ、手を出ない。あー、ぶっぱれ、昇竜ラウンド2、はい。さあでもいい動きですね、デルノさん。欲しいですよ。勝ちに行く意思が見られます。さあ、上がいるか、画面を押していく。さあ、最大か。カンカットのこう飛びが開いて。2回上がった。そしてチアシファイヤー。気温ねえよ、これで。無理やり逃げたがダウンせず。ダメなんすね。ラウンド3、ファイト。サイコン、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 あ、ここは見ている。めくり入ったと面白かったですね、あれ。あ、これダメ。さあ、続いて続いて入ったのが川島さんに。サイコン、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 
1ラウンド持っていく、はい、さあ逃げたいパンチうますぎる、あれは食らうわ、投げ返し、さあこれで最後の目が全然出てきたか、バルシー露骨な相打ち狙いだったが相手をしないよとばかりゾワッと、じわじわと近づく、相打ちを取っているじゃ大丈夫、そして、ね、この身長おっとダブラリー、ダブルはガードでナンバーが勝って、ナイス、セルナーガード、さあすぐ1回、ここはアンドミできるぞ、勝ったのはカワシム、じゃあ2枚目のザンガイル行ってみてもいいですかね、じゃあ今のもう一回お願いします、ラウンド1ファイト、いやいやもう1回も2回も大して変わんないんでね、さあ頑張ってソニックをたくさんガードしてワンチャン飛び込んで、さあ今度は金子ガイルが相手です、サイコーン、ソニックガードに連弾になるように中出しやスタブを埋めていくとガエル側は超安全、生で中出し打ちに行くのはリスクがあります、さあ飛びを通す、体力追いついて、タゲ類によく反応してその次の行動にサマ打ってきた、打ちさあスティックの避けてこないがもうダブラリ出ないと死んじゃう、あー命がけの開幕アルティスクリューがバックジャンプにやっちまったか、しかしこれが内打からピオル3段で十分、冷てぇなぁ、いやぁ、ちべてぇ戦いだったな、ノーチャンス、さあバタさんの竜、さあ裏剣が入ってしまう、あー中足痛い、さあ竜は両腕を前に、はい、あーとちょっと早かった、やっぱりアントミ難しいな、さあ金子さんには竜巻が通じない、これ苦しいですね、竜巻が通じない、一体何なら通るんだっつったらね、やっぱり波動なんだー、歩き投げ、心の隙間をついてましたね、お迎えに行きましたね、あれ俺白いガイルが船ガイル、黒紺色のガイルが金子ガイル、
が通る。この段取り返すのは結構大変。めぐみかなり速いですね。金子さんも速いですけど、投げる。さあスタートは結構でかいぞ。でも最後着地投げに行ったんですが、さあ1ラウンドに入ったのは梅がいる。さあソニック空中ぐらいで、そば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 でしたね。サマーだったが、誰よこれ、ちょっと勇気がいるそうでしたけど、よく打ち返した。大サマーって切れそうでしたね。おっと、これはかっこいい。やってるやってる。下がりながら蹴るってふざけんなよ。ね、あの技ね。あの技クソ技です。あれはかなり強い技に数えられる人ですね。私もフォークや。いいね、フォークも夢がありますよね。夢しかない。まあでも勝利権ついてるからね。何の前に昇竜拳ついてるし、玉抜きあるから。そうですよ。昇竜拳でやめたって。はい、そこは、フォークが狙いを取ってもらって。しかし、上が通らないのがファイブガイブ。そうですね、TBS すればいいんですけど、厳しすんのかな、難しくて。あー痛い。うまい。
いですね。ストーリー成功してるかね。金子さんやっぱ強い。そして熱い。ハーシムさんを抜いた。はい、しかし金子さんはバイソン戦超やり込んでるので、そうですね、スパーリング相手。しかしこれを返すよ、あんな対空バースキルはね、レベルが高い。はい、テクニカルキャラですからね。はい、さあなかなか触らせてくれない。バイソンはどう立ち回っていくのか。しかしこれも内緒で吹かされて、前管理がしっかりしている。さあしかしここでチャンス。うまいうまい。やはりバイソンといったらこの畳みかけ。しかしまたやり直し。さあどうする。はい、あーあー惜しかった。クレイジーサッサーブ、気持ちが良い。はい、しかしこういうことが起きるのがバイソンガエル。試合はゼロドットになるまでわからない。さあこれ中足を返す。うまいですね。しかしちょっと早かったが、ダッパー投げを狙ったんでしょうか。いやー通らない。裏剣ピオルかー、なかなか通してくれない。さあ金子がいるが6勝目か。さあこれクレジンで、キャラ差を生かしてほしいところ。なんとかしてでもこのガエルを止めたい。コパン固めテストバット、いいですね。ドリルに対してあ落とされて、はい、世界の大地。いくら通常技が長いといっても、こういうのを食らってしまうとダルシムというのもきつい。さあスカルドリルが通らない。しかしサマーで大丈夫。いやー内野足。さあ続いて現れたのはテレローさんの竜。さあ、カネコガエルがなんと1位、2位を上げよう。なんと1位タイです。なるほど。さあ金子さんのリュウガエルはかなり厳しい。さあうまいですね、今のね。これも暗い投げ。さあ垂直に飛んでいる。出禁になった DJ、 出禁になった DJ がいるんです。あ、なるほど。DJ 敵になっちゃった。いいキャラなんだけど、お手軽だから。さあソニックブームが早い。前足がうまい。はい、しかしやっと刺さった。あーとアントミに行かず、あー暴れが全部刺さる。投げ、あーっと
今のやっぱ勝ちを狙いに行くスタイル、これレロロさんのかなり光る。さあ前歩き昇竜も、前昇竜じゃない、竜巻もしっかり落としていく。エクスパーリスペクト。さあ飛びが通らない。うまいですね。あっと、おっと、あーダブルサマー、ここで吸い込まれたように食らいましたね今ね。さあ金子ガエルが1位抜け、キャッチ1位コウコウ、2位ウレ、ガイル対決ですね。1位がアクロワイル、2位がジュガイル。君と金子君いい勝負だったんで、さあ決勝は、3本選手。さあ 1P 側が金子がいる、 2P 側が胸がいる。さあどちらが上か。さあ130回新年選手決勝戦ガイル対決。さあゴー、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 ここまでダメージらしいダメージが与えられてない感じですね。これが腕ムーブか。まだ時間はある。硬い。こうなるとコマンドキャラの宿命として、最後は体力温存といった感じで、2本目にはね、プレイヤーの体力温存で、ソニックの精度で差がついてしまっている感じですね。ここは壁から出られない。取ってしまう。そうね。一本目取ったのは金子がいる。さあ水分補給は各自、ね、自己責任でお願いします。先ほどのラウンド試合を含め踏まえて、はい、1、さあ下がりそばとウソニックを打っていくのがウネガイル。裏剣、今のうまいですね。スタブに裏剣。さあ歩いて周りを詰めるが、金子ガイルはおっと上り蹴り。金子ガイル後ろに余裕があるので下がりたい時は下がってまた前に詰める。どちらかというとウネガイルが前に詰めている。さあさあ
しラッケンにソニック。ラッケンがね、このツボで届かなかったですね。さあ、金子がいるがリーチ。なんとかウネがいる。追いつけるのか。さあ、ここから逆参加であるのか。お互いのソニックのタイミングほとんど一緒ですね。今のところ打ちミスなしといった感じ。さあ打ちミスがない。さあ裏剣、裏剣、おっと寝返りのいいところが出てきたか。今度分からず。さあまあいいところが出たか。メキブラガード、さあ橋を背負ってしまう形になったが、一発圏内まで持ってくる。そのトップ、あーっと相打ちだったが先にソニックが当たってしまって、さあ最後のラウンドになってしまうのか。さあ、長島で持っていって、このラウンドは取りたい。逃げそうな場合ができたんですか、ベネリットは。投げて、優勝は金子がいる。おめでとうございます。一言いただけますでしょうか。おめでとうございます。熱いです。熱い試合でした。ありがとうございました。さあそんな感じでお盆も終わりまして、第131回シーナの坂道優勝は金子さんのガイルでした。おめでとうございます。じゃあこれあの商品にもみじまんじゅうを。素晴らしいものですよ。すごく美味しいので、はい、そんな感じでちょっと始まりが遅かったりして申し訳なかったんですけれども、第131回も無事終了ということで、来週以降もよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。